はいどうもお疲れ様です昨日のね相場解説ですか今日になりますけども大きく急落をして円高の方向に進んだわけですけどもこの原因が米国雇用調整の影響とあと FRB のね利上げの検討という、えー、この発表によるダブルパンチだったと思いますけどもここに巻き込まれてなのか、まあ、アメリカの銀行の SVB っていうところが経営破綻してしまいましたね。 これアメリカの銀行の経営破綻ってほんと珍しいですよまあ米当局が発表しましたリーマン危機後で最大の経営破綻になるということですつまりリーマンショック級の今回インパクトがあったということですよね で、記事は有料記事なんで途中までしか読めませんけども、テック企業への融資で有名なシリコンバレーバンクが破綻したということで大きな衝撃が走ったと。そして FDIC が財関になり、えー、預金保護を発動したということですね。まあこれは消費者というかね、預金者のお金を守るためということですよね。で、3つ目、FRB の利上げで金利が上昇して、 保有証券の、債券の含み損存が膨らんだということで、CEO はね、市場に対して落ち着くように、えー、発表はしてたんですけども、そうやって落ち着くような市場じゃないですよね。自分のお金がどうなるのかっていうのは、やっぱりそれぞれ皆さん。 心配ですからそうすることによってどんどんお金が引き出されていってもうお金がなくなっちゃったというねまあこういうことになったのかなということでございます今後金融業界にねどんな影響を与えていくのかこの SVB の経営破綻によって連鎖倒産するところも当然起きてくると思いますからちょっとねこれ第11週目のドル円の相場は見ものですよどうなるのか荒れまくるんじゃないかなと思いますけどねはい